はい。皆さん、こんにちは。元気なおじです。さあ、今回は、消えます。ね。えー、これを今からね、実際にちょっと試そうと思います。これ、C5 じゃないのねえ。そう思うよね。見た目、どっからどう見ても C5 だよね、これでえー、そうなんだよ。で、C5 の箱って、あれなんだよね。ブラック ブラックボックスなんだよ C5 って本来ねであれって感じでホワイトバージョンねんじゃこれ <laughs> で裏側見るとここねこここここここれ E ペダルって書いてあるんだよ E ペダル <laughs> なんじゃそれで、これをね、ちょっと開封します。もう一回ちょっとね、中は確認したんだけど、よしね、改めてちょこうして開けます。はい、ね。そうすると、中に入ってるこのマニュアル。で、前半が中国語で、で、後半が英語なんです。 ちょうどね、この、んとね、こ、こ,こからかな。このど真ん中を境に、社会前半が中国語になっていて、で、後半が英語 g l i になってます。で、これを見て、この、このマニュアルを見る限り、あのー、C5 のマニュアルと何も変わらないんだよね。何も変わらない。同じなんだよ。何なんだろう。 ねえ何なんだろう <laughs> って思うよねそれでピロリンとこう開けるとおー見慣れた C5 そうなんですこれ C5 なんです C5 ではねこれね C5E ペダルバージョンぬ <laughs> え <laughs> よいしょ。これが、これが C5、おじいがね、ずっと検証してた。で、ここの色はね、いろいろあるんだよね。時期によってね。まあ、国によってなんか分からないけど、ここの色は違う。あと、ボタンの数、同じだし、これはシール貼ってあるだけなんだけど、はて、 後ろを見ても、これね。はい。はい。同じなんだよ。えぇ、ー、えぇ、ー、なんか間違えてんのかなぁと思って、あのー、中の方にね、これ、 あの、E ペダルって書いてあるけど、なんか間違ってないっ,つってね。なんかあの、普通の入ってない、な、何もないんだよってね。で、あの、ハンドルの上にアクセルとペダルがあるので、もうあの、不合物理的なね、ペダルとアクセルね、これいらないんですよってね。えー、どこにあるのどこにあるの どこにあるのって、ねえー、ってどこどこにもないよこれは。これはシフトアップシフトダウンだからどこにあるの <laughs> そしたらあの指紋がないですからね。あるね。指紋あるね。これ、あのー、これ見覚えがある、うんね。見覚えがある。 ジェネさんがね、僕のはちょっと違う、どこが違うか分かるって中で、ね、出してたような気がする。<laughs> ここで、ね、ここ、こことここに指紋があるんだよ。何じゃ、ね、この指紋がアクセルとペダルですって言われた。うそだろう <laughs> 嘘そだろう <laughs> マジかよ。えだって、物理的なボタンになってないし、だって、何にもないよ。これ。何にもないよ。ボタンが入ってるわけでもないし、これがアクセルになってると言われても、ちょっと、わかんで。そんなわけで、あのー、今からね、これを試します。 びっくりだね、本当。あのタッチセンサーえ、どうなってんの、一体。よいしょ。それで、えっ、ー、とね、今回のこのバージョンなんだけども、えっ、ー、とね、まあ、セット内容はね、まあ、ほとんど C5 と同じです。まあ、違ったら困る、本当。 それで、えー、まあセット内容としては、これね、はい、えー、T の字のね、これ、これが付いてて、まああのディスククランプね、ねこのクランプ、よいしょ、ね、うんまあ、このクランプ、使うにしても、使わないにしても、おどのみしね、えー、これは付けないと固定ができないのでね、ねまずこのクランプが入ってます。 そして、えー、これがね、パソコンと接続する USB のケーブルです。そして、えー、これファン。これね、あのクランプ側の方に付けるやつです。クランプ持ってないと付けられないね。で、えー、これが、取り付けキット。ね、まぁ、あ、ネジとか入ってますで、ねうん。で、今回ね、ちょっとね、 ちょっと気がついたんだけど、これね、19V の 6.3A なんだよ。119.7W なんだよね。でね、これが、ほんとね、ちょっとこれ外れるかな。よいしょ。C5 の電源ね。 ここに C5 の電源があります、これね。C5。で、これ見ると、ちょっと逆だけど、19V の 7.36A で 139.84W になってるんだよ。で、ここのところが、あのー、139W から110いくつだっけに、ちょっとこう、パワーを、 エコにしてていいるっていうねほら1 1 9 7る。ここのところって、うん、じゃあモリモリ感をちょっとセーブしてやるのかなどうなんだろうってねちょっとここがねあの疑問に思ってます電源が変わったこれがねじゃああの従来のやつを使ったら壊れるのかっていうといそんなことはないと思うけどね あの、同じ19ボルトなんでね。はい。そういうことでね、ちょっと、びっくりなんだけど、<laughs> 取り付ける前に、今、中の方にね、確認したんだよ。これね。本、う、当、ん、ね、あの、アクセルとペダルがいらなくなりましたっっ、ね。いやいや、どこがどこがどこがですね。いや、これ信じらんないけど、 ここでもこ、こっち側の指紋がここ、ここにあるんだけど、これがアクセルで、これがブレーキえぇ、ー、<laughs> はい、そんなわけで、ちょっとこれをね、あのー、ステイに今からつけるけど、ちょっと今ここ狭いんで、えー、ちょっと取り付け準備に入りたいと思います。